村田博士は、日本の政治家。元山口県峰市長。山口県を吹村出身。峰市立を吹く小学校。峰市立を吹く中学校。山口県立大峰高等学校卒業。1977年3月、明治大学農学部卒業。大学在学中は、SF 同好会に所属し、短編科学小説を書いていた。同年4月、 ミネシ役所に入庁。2006年4月、ミネシ、ミト町、州法庁合併協議会事務局長に就任。2008年3月21日、旧ミネシは、ミト町及び州法庁と新設合併し、新市政によるミネシとなった。これに伴って4月27日に行われた、ミネ市長選挙で初当選。市長選挙では、小竹信夫、旧市長が、 企画課長などの手腕を買って、後継指名し、有力市議らがバックアップして選挙戦を有利に、戦った。2012年、元市議の河村敦氏を破り再選。2016年、3期を目指すも、前市議の西岡明に敗れ落選。2018年11月、西岡光一長が台湾に視察中、市議2名と共に、風俗店を訪れた。またその後、 現地の女性とホテルのエレベーターに乗り込むのを目撃される。西岡は12月20日に辞職を表明。12月27日、村田は西岡の辞職に伴う市長選に出馬する意向を表明した。2019年2月10日に投開票された出直し、ミネ市長選に出馬するも西岡に敗れ落選。ありがとうございます。